こんばんは、カツノリです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは卵ポテトサラダです。卵ポテトサラダです。卵サラダにするかもしれませんね。卵サラダでいいですね。卵 LL4 個使ったポテトサラダです。で、昨日と同じ焼きうどんですけど、今日は玉ねぎがなくなってますから玉ねぎが入っていません。キャベツと、その代わりキャベツが入ってますね。キャベツとピーマンとうどん、もやしの焼きうどんです。こんな感じですね。はい、肝心の体重を測っていきましょう。昨日はね、思いがけずガンと増えてましたね。 700g も増えてました。便通はありました。腸は張ってる感じです。体重何キロか、ちょっとは減りましたね。昨日増えた分全部戻ってはいませんけど、ちょっと減りました。体重 55.8、 400g 減りましたね。体重 55.8、 体脂肪率 12.2、 基礎代謝 1319、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 55.8、 体脂肪率 12.2、 基礎代謝 1319、 内臓脂肪レベル3です。はい、もう一度、ポテトサラダ、ポテトサラダ 250g に、卵 LL4 個分のオムレツとスクランブルエッグを混ぜた卵ポテトサラダ。焼きうどんはうどん1玉ともやし 200g、 ピーマン2個、キャベツ外葉2枚の焼きうどんです。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。